森重利也は日本の国土交通官僚、国土交通省会議局長や国土交通審議官を経て、初代内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長を務めた。退官後、日本選手協会理事長、山口県柳井市出身、広島大学附属高等学校を経て、1980年東京大学法学部卒業、 運輸省入省。1996年運輸省、運輸政策局観光部企画課国際業務室長。1997年運輸省関東、運輸局企画部長。2000年運輸省海上技術安全局、船員部船舶職員課長。2001年国土交通省海事局船舶部船舶職員課長。2002年国土交通省航空局管理部。 国際航空課長2005年国土交通省鉄道局幹線鉄道課長2007年国土交通省鉄道局総務課長2009年国土交通省大臣官房審議官2010年国土交通省中部運輸局長2011年国土交通省会事局次長2012年国土交通省大臣官房総括審議官 2013年国土交通省会事局長。2015年国土交通審議官。2016年三井住友会場火災保健顧問。高砂熱学工業顧問。2017年内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部設立準備室長。同年に新設された特定複合観光施設区域整備推進本部の初代事務局長を務めた。 2019年セノン顧問、日本生命保険顧問、2020年日本海運海間専務取締役、日本選手協会理事長、ありがとうございます。